忌まわしい記憶とともに。月のアナハイムエレクトロニクスに向かったアムロはチェーンアギと合流し、自身が基礎設計を行ったニューガンダムを受領する。ニューガンダムにはサイコフレームが使用されていた。サイコミューを応用したその技術は飛躍的な性能向上を可能にしたが、出どころが不明な点をチェーンは危ぶむ。一方シャアは地球連邦政府高官と秘密交渉を行っていた。小惑星アクシスの譲渡を条件にネオジオンは武装解除に応じるというのである。無論武装解除の申し入れは偽りであった。シャアは投降と見せかけて連邦軍を奇襲、多数の核兵器とアクシズを強奪する。核兵器を満載したアクシズを落とし、地球を人の住めない星とすることで強制的に全人類を宇宙へ移住させる。それがシャアの計画であった。アムロは会談後のシャアと偶然出会い、シャアの変説を激しく責め立てる。俺たちと一緒に戦った男がなんで地球潰しを。地球に残っている連中は地球を汚染しているだけの重力に魂を縛られている人々だ。世界は人間の絵を全部は飲み込めやしない。人間の知恵はそんなもんだって乗り越えられる。ならば今すぐ愚民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様をやってからそうさせてもらう。アムロはシャアを取り押さえようとするが、今一歩のところで逃がしてしまう。さらにシャアに同調した政府高官の娘プエスパラヤが彼のもとへ身を投じる。シャアを追いアクシズへ急行するロンドベル部隊。しかしシャアの部隊はすでにアクシズに取り付き、その核パルスエンジンを始動させていた。アクシズ行け、忌まわしい記憶とともに。ついに地球へ向けて移動を始めたアクシズ。アムロたちロンドベル部隊はアクシズを止めるため出撃する。第2波出てくれ。艦隊の援護は現状で十分だ。頼む、ガンダム出るぞ。ケラ、とっておきのサラダ作っとくからな。愛してるよ。リガジン行きます。なんて言った。シャアとアクシズ止めなくてはな。あそこのアクシズ大佐がいる。大佐には渡すもんか。このくらい。アムロ、あんたちょっとせこいよ。この程度の損傷なら爆発しない。大丈夫だ。みんなで私をいじめんだ。止めろ。動けるのは俺たちだけだ、ブライト。ああ、デュスナム港へ回り込んでミサイルを撃つ。援護を頼むぞ。
強化人間だ。艦隊の足を止められなければさ。攻撃開始。敵モビルスーツの接近に注意せよ。アムロ、ま、
この後も守備よく頼むぞ。よし、ミサイルを撃て。あそこだ。大佐、あんなところに隠れて。クリス、ロンドベルのモビルスーツ、ミサイルか。こいつら核ミサイルじゃないか。ファンネルたち、一番熱量の高いミサイルだ。当たれ。すごい。ユネイが敵の核ミサイル群を阻止してくれた。あれが強化人間の仕事だ。この飛行機、一気で艦隊を潰すコンターか。何？ケーラ？何だよ。何なの？それでいいじゃないの？ケーラ待て、一人では危険だ。それ以上動くな。抵抗すればこのモビルスーツのパイロットを殺すぞ。ケーラ、ガンダムを放棄すればこのパイロットを返してやる。私に構わずに。やめろ、ファンネルを外す。ふざけるな。放熱板が何だってんだ。アムロは殺せ。アムロ、このギュネイガスの警告を無視したか。任せろ、アムロ。はあ、私の中に人がいっぱい入ってくる。怖い、気持ちが悪い。この子は戦場の全ての動きを感知している。アストナージ、来ないでくれ。見ちゃダメだ。ケーラアムロ。ファンネルが敏感すぎた。ストレートに防御に働いて。僕のファンネルのコントロールも悪いが、シャアがいるからだ。奴を仕留めなければ死にきれるもんじゃない。そんな不吉なこと言わないで。覚悟を言ったまでだよ。